ジャンの言う通りエレンがこうなったのは、私の不甲斐ない理想論のせいだ。それに、こんなこと吠えておいて、逃げようとしていたんだよ。すべてを捨てて、すべて忘れて生きようって。でも私はまだ調査兵団の団長だ。人類の自由のために心臓を捧げた仲間が、見ている気がする。大半は、壁の外に人類がいるなんて知らずに死んでいった。だけど、この島だけに自由をもたらせばそれでいい。そんなケチなこと言う仲間はいないだろう。虐殺を止めることができるのは、今しかない。ハンジさん、俺はまだ調査兵団です。